後半戦は熊本マーベリックスのキックオフで試合開始という形になります。キックオフキッカーは熊本マーベリックスの2番の久保田が務めます。東海大学出身。対しましてリターン側に入りましたのはベイスターズ7番と33番です。33番はランプレーで素晴らしい活躍を見せております中央大学の横田。そしてワイドレシーバー7番チームキャプテンの堀が入っております。準決勝本日の第2試合まもなく後半開始。前半終了いたしました。トライアクシスベイスターズ0点、熊本マーベリックス0点、両チームとも無得点。後半戦はホワイトユニフォーム熊本マーベリックスのキッカー2番久保田大地選手のキックオフで試合は開始されます。さあ低いキックを蹴りましてベイスターズリターンに入りました。大きなリターンを避ける形に蹴りました熊本。結果的にベイスターズ自陣35ヤード付近からの攻撃という形になります。これによりジェイスターズの攻撃でまず後半戦開始という形になりました。ジェイスターズ自陣34ヤードからファーストアウト。さあまずオプションプレーの展開を図りました。クォーターバックがキープする形でここは選択しましたが、これは熊本ディフェンス対応しましてランプレー1ヤードに抑えております。なおジェイスターズクォーターバックは6番の上西が務めております。龍谷大学出身。ジェイスターズセカンドダウンライン。パス成功。ここでクォーターバックロが中央に切り込んできたワイドレシーバー12番にパスを通しまして約4ヤードのゲインです。見事一周タックル受けながらキャッチしましたのはワイドレシーバー12番の小田でした。大阪産業大学附属高校出身。かつては XE リードエフォートエールズにおきましてこの入れ替え戦でジェイスターズと戦いました。ジェスターズサードダウン5。さあ中央突破を図った。さあ攻撃権更新になったでしょうか。キャリア43番。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ここはまず熊本が見事なディフェンスで攻撃権更新を鳴らせませんでした。フォースダウン残り1ヤード。ジェイスターズパントフォーメーションを取ります。このパントは熊本陣30ヤード20ヤード付近で外へ出ましてこの位置で攻守交代となります。手元の差はメッセージありがとうございます。どなたか見覚えがある選手がいらっしゃったということですね。その入試ぜひご堪能ください。こういったことが見受けられるのもこういった地方にありますボールゲームの楽しみです。さあ攻撃権変わりまして熊本の攻撃に変わりました。熊本マーベリックス自陣20ヤードからファーストアウト。これはナイスプレー。熊本まず最初からトリックプレーを展開しました。早いタイミングでワイドレシーバー16番のリバースプレーを展開。
16番逆方向である左方向に展開しトップ上がりました。タックルを受けましたがここからセカンドのフォートで約5ヤードの前進に変えています。素晴らしい粘りに乗りましてゲイン獲得しましたマーベリックス。16番は前田、関西学院大学出身。熊本セカンドダウン5、ボールオンは自陣25ヤード。ここでトリックプレーをさらに続けようとしました熊本。先ほどのプレーのその裏プレーとしてフリーフィッカーボールを回すようにしてクォーターバックに戻してロングパスを投じようとしましたが、これをジェイサーズ見事に対応しました。 QB さん約10ヤードのボスを奪っています。さあ大きく下がりました熊本。ボールオングリーン15ヤードからサードダウン15の状況に入ります。ここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト熊本マーベリックス後半1回目。ここで後半1回目のタイムアウトを熊本は取りました。ここで熊本マーベリックス後半1回目のチームタイムアウト。この後半最初のシーズンの攻撃を一気に奇策によって打開しようとしましたが、これが実らなかった格好でまずここで仕切り直すタイムアウトを取ったものです。さあタイムアウト取りまして試合再開です。熊本サーダウン15、クォーターバック5番パスを投じようと右に流れてターゲットを探しましたが、結果的にパスを投じることはできずフォースダウンに変わります。フォースダウン13、フォーメーションはバントフォーメーションを取りました。交代となります。攻撃権はレイスターズに変わります。さあ結果的にフィールド中央近からの攻撃に入ります。ジェイスターズボールオン自陣48ヤードからファーストダウン10。さあこれキュービーサックをしまして、ボールをファンブルしましたがなんとか味方68番が抑えています。しかし結果的に大きくロスする形になりました。ジェイサーズ見事なキュービーサックになりまして熊本大きく陣地挽回としています。素晴らしいキュービーサックしましたのは熊本11番の佐々木、慶応義塾大学出身。さあジェイスターズセカンドダウン19の状況で試合再開です。ここで展開したのはスクリーンパスブロッカーをつけたキャッチアンドランを図らせました。ランニングバック33番期待に応えようとしましたが、これを熊本1番見事なタックルをしまして、原因は約5ヤード程度にとどめています。
パスを取りました。レイサーズ33番は横田、中央大学出身。タックルしました。熊本1番は中村、慶応義塾大学出身。ジェスターズサーダウン16の状況で試合開始です。さあパスは通っているか、パスキャッチャーパス成功。さあ攻撃権更新なったでしょうか。さあ現在ホイッスルが鳴っております。さあこのキャッチした位置が攻撃権更新になったかどうか現在協議がされています。攻撃権更新です。ジェスターズファスター。非常に厳しい玉でしたが、これをジェイサーズ7番見事なキャッチで攻撃権更新です。トライアキシスジェイサーズファスター。素晴らしいキャッチをしましたのはワイドレシーバー7番チームキャプテンの堀、龍谷大学出身。さあジェイサーズファーストアンドの攻撃はパスときました。パス不成功。ここでさらに一気に奥を狙うパスを投じましたが、これは熊本9番がカバーしておりましてパス不成功となっています。さあ一気のプレーはしかしここはフッ素しました熊本。ジェイスターズ2回目の攻撃に入ります。ボールオン相手陣42ヤードから熊本、失礼しました、ジェイスターズセカンドアンテン。さあ今度は中央へのランプレー、キャリア14番託されまして中央突破を図りました。しかしこれは熊本22番と44番が対応しましてゲイン3ヤードに抑えております。何枠14番は谷岡、タックルしました。熊本22番は清田、佐賀大学出身。44番は田口、九州工業大学出身。ジェイサーズサーダウン6。パスケット、ここでホイッスルが鳴っている。パス成功しておりますがファールマーカー反則があった模様。ここでイエローフラッグが発生しております。ただいま審判の不用意のホイールがありましたが、これはプレーの始まる前ですので、ただいまのプレーはノープレー、サーダーも行えます。先ほど審判団によるホイッスルが鳴ってしまいました。ホイッスルは基本的にはそのプレー終了を告げる時です。これは故意であれそして不用意であれそこでプレー終了を意味します。先ほどのプレーそのものがなかったという形にとりまして、サードダウン続行という形になります。プレー仕切り直しまして同じ状況から試合再開。ボールオン相手陣39ヤードからサーダウン7。ワイドレシーバー7番エースレシーバーに通しましてパス成功し攻撃権更新です。ジェイサーズファスター。クォーターバック6番は上西取りました。ワイドレシーバー7番は堀、このトップラインが起動しまして攻撃権更新となっていますジェイサーズ。ボールオン相手陣25ヤードからジェイサーズファスターアウト。
ターバック6番、ここで再びパスプレーでしたがプレッシャーを感じましてスクラム、逆に相手ディフェンスの隙間を縫いましていき9ヤードのゲインと射出しています。素晴らしい判断でスクラムブルーを決めました。トライアップスジェイサーズ6番クォーターバックはフィニッシュ、龍谷大学出身。トライアップスジェイサーズ相手陣19ヤードからセカンドダウン2。さあパスは通ってる、このパス通りましたよ。吉井は7番キャッチアンドランで右を組んで展開、しかしタックル、フロントのタックルを攻撃権更新には至っていません。サードダウンに変わります。セッターズサードダウン1、ボールオン相手陣16ヤード。ここでジェイサーズはランプレーを選択しました。ランバック33番ハンドオフから中央突破しまして攻撃権更新です。トライアップスジェイサーズファースター見事攻撃権更新を果たしました。トライアップスジェイサーズ33番は横田、中央大学出身。ジェイサーズ相手陣7ヤードに入りましてファーストアンドゥーゴールに入ります。パス不成功。さあまず一気にパスによって得点を狙いましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。反則があった模様。しました。ノー発生しておりませんでした。ノーフラッグとなります。パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。従いましてジェイサーズ相手陣7ヤードからファーストセカンドダウン2ゴール、残り7ヤード。さあ今度は中央のランプレーで入った、しかしこれは熊本が阻止する。ジェイサーズサードダウン3回目の攻撃に入ります。ジェイサーズ相手陣6ヤードからサードダウン2ゴール、エンドゾーンまで残り6ヤード、攻撃回数は残り2回。クォーターバックの番、ここで右に流れてエンドゾーン奥に回したワイドレシーバー7番にパス、決まったかに見えましたがわずかにパスがオーバースローし、パス不成功となっています。ジェイサーズフォースダウンとなりました。ジェイ
スターズ 4-3-2 ゴールフォーメーションを変えました。フィードオールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは21ヤード。このキックゴールポストに弾かれ失敗。ジェイサーズこの攻撃無得点で終わりました。試合今だ均衡崩れず無得点で攻防が続いております。攻撃権は熊本に変えました。凄まじい攻防続いております。第3クォーター、さあ攻撃権は熊本に変わった。ボールを自陣20ヤードから熊本マーベリックス、ファーストアウト。さあまず中央のワンプレーから入った。ランナック31番、一周点を突破しまして約4ヤードのゲイン。キャリア31番は大黒、大阪教育大学出身。熊本セカンダウンシックス、ボールオンは自陣24ヤード。ここで選択したのはオプションプレー。ピッチを受けたランバック26番、相手タックル受けながらゲイン果たしまして約2ヤード獲得しています。熊本26番は国広、熊本大学出身。熊本サーダン4。さあこれクォーターバック自ら突破を図りました。熊本はリッツファーストを取ったか。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変えます。ここで第3クォーター終了となりました。ここで第3クォーター終了。第3クォーター終わりまして、トライアックス J サーズ0点、熊本マーベリックス0点、両者無得点のまま最終クォーター第4クォーターに移ります。凄まじい攻防戦がこの後半戦最初の点に当たる第3クォーターに起こりました。それは目まぐるしく移り変わりました。しかしそこに得点に達しておりません。両者無得点のまま、これよりファイナルクォーターの第4クォーターに入ります。さあこの熱戦、果たしてどちらが勝利するでしょうか。